フェルディナント・ライトナーはドイツの指揮者。ベルリンに生まれ、1926年にベルリン音楽大学に入学し、フランツ・シュレーカーに作曲をユリウス・プリューバーに指揮法を習う。1931年に大学を卒業後は、ゲオルク・クーレン・カンプやハンス・ホッターなどの伴奏者をしていた。1935年にイギリスのグラインドボーン音楽祭で、 フリッツ・ブッシュのアシスタントを務め、実地経験を磨いた。1943年にノレンドルフ・フープラッツ劇場の指揮者となり、指揮者としてのキャリアを本格的にスタートさせた。1947年には、シュトットガルト国立歌劇場のオペラ監督になり、1950年からは音楽監督に昇格した。1956年には、エイリヒクライバーの後任として、 テアトロコロンの常任指揮者になっている。1969年から1979年まで、チューリッヒ歌劇場の音楽監督を務め、1977年から1980年まで、ハーグレジデンティ管弦楽団の主席指揮者を歴任した。ドイツ音楽のスペシャリストで、モーツァルト、ヘンデルの古典派や、リヒャルト・シュトラウス、ブラームスやブルックナーなどロマン派の作品を得意とし、 原筆統計する正統派の音作りで評価された。1996年にチューリヒで没。1976年1988年年末の N 教、第9演奏会に来日バッハカンタータスハット IMDB。ありがとうございます。